こんにちは。こんにちは。朝霞店でね。そうですね。初の、はい。はい。追っかけてきちゃいましたね。ありがとうございます。今日はどうですか、お体は。まあ、前回よりは、マシじゃないかなと思ったんですけど、前だいぶ顔、痛かったんですけど、あれからちょっともう自分でも顔やるようにして、とか、多分また痛いとは思うんですけど、あれからちょっといろいろとまた気をつけて。おそれは素晴らしいですね。またあのね、腰あたりとか首あたりまた見ていただいて。では、それでよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。お願いします。でも肩、そんなにないですね。そうですね。若干ちょっと、はい、今朝、はい、ちょっと寝違いっぽいような感じがあったので、本当ですか？左側に、はい、はい、ここからもここですね、こちらとこちら、あ、でもよく左ですね、うん、ありますね、はい、右左痛いですかね。そうですね、まあ、気持ちいい感じ、気持ちいいぐらいで、あ、左上ですね。左の方がありますね。ゴリゴリですね。ありましたね。では、左に立ってやってきますね。よくなさそう感がありますね、やっぱり。痛くないですか？まあ大丈夫です。あ、はい、
気持ちいいですね。お、よくないです。すごい本当はい、この方はそんなに、ね、なかったですね、本当ね。ああ、まあ、さっきも立ちっぱなしだったんで、ああね、うん、足はね、ありますよね。さっきに比べるとやっぱりこちら左右差なくなってますね。氷が痛いぐらいだったと思うんですよ、さっきだと。そう、あの揺らしでなくなるんですよね。そうですね、足の方も、はい、歪みましたね。まあ、ちょっと残ってますけど、まあまあ、五輪って感じではないぐらいに、まあ、軽くコリぐらいですよね。すげえ、やっぱ満字だ。はい、では続けてやっていきたいんですけど、そうですね。そうですね、やっぱりおっしゃる通りに首腰ありますよね。なんか首腰良くない感が強いですね。はい、そうですね、ちょっと骨盤、肩骨の方も硬いって感じあるので、